皆様、ハイタイ。私は本日、沖縄本島中部読谷村に来ています。イエーイ。本日は、辛さの詰まった観光農園サンセットファームに来ています。こちらのサンセットファームさんは、様々な体験ができる観光農園となっています。とっても素敵な場所なので、皆様にご紹介していきたいと思います。レッツゴー。沖縄の言葉で愛を意味するカナサを散歩しながら見つけていきます。それでは早速行ってきます。レッツカナ散歩。レッツゴー。かわいい。こんにちは。はい、もうありがとうございます。こちらではどういった体験ができるんですか？ここではですね、はい、インスタグラムのフォロワーさんに植えていただいたひまわりを収穫する体験ができます。でその他にもですね、はい、あのコスモスとか、はい、あとあの後ろの方にハーブの、はい、ミント、はい、ラベンダー、ローズマリーなど、はい、これも全部収穫し放題となっております。でその他にもですね、あの僕たち伝承菊農家でして、うん、で飾られている花が伝承菊あるんですけど、これもあのアレンジし放題となっております。すごい。でちなみに料金の方がですね、はい、満足度に応じて各テーブルに白いサポートボックスというのがあるので、うん、そちらに入れていただければ問題ありませんので。すごい、ありがとうございます。では楽しんできます。どうぞどうぞ。はい、かわいい。すごい、鳥の声もいい。はい、皆さん、ひまわり咲いてます。すごい、太陽に向かってみんな咲いてますよ。綺麗。インスタグラムのフォロワーさんが植えたひまわりです。金沢ですね。はい、これからひまわりの収穫をしていきたいと思います。ひまわりの収穫。はい、皆様、ひまわりの花言葉はご存知でしょうか？あなただけを見つめる。かわいい。楽しい。もっとなんかあるかな。カットしました。イエーイ。イエーイ。コスモスも咲いてます。ひまわりの収穫もできて、本当に楽しい時間を過ごすことができます。夕日が徐々に沈んできました。綺麗ですよ。夕日が見えてます。綺麗。幸せな時間を過ごすことができます。本日はサンセットファーム代表の池原さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に素敵で、はい、満喫しました先ほど。ありがとうございます。幸せな時間が過ごせますね。いや、もう3密を避けて楽しめる、はい、今の時期に最適な観光の園で。そうですね、もう外っていうこともありますし、はい、まあこういう時期なので、お客様にはそういう気持ちで楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってます。僕ら農業家っていうこともあって、農業家って意外とお客様に直接会えないんですよ。まずお客様と会いたい、それが一番の理由で、このファームを始めて、お客様と直接会えるようになって、一人一人と花をのことを話したり楽しむことができるようになって、僕ら自身も幸せですし、僕らの花がいいって言ってくれる方も増えてきてるので、はい、まあ、非常に嬉しく思います。本当に素敵ですね、はい、でもその思いがあるからこそ皆様に伝わってると思います、はい、それが嬉しい。ありがとうございます。本当に伝わってるからこそ、すごいたくさんの
方がいらっしゃってるんだと思います。そうですね、年間今1万人超えますね、はい、来園者は。でも僕らはもう夢があって10万人年間でやっぱりこの畑に来てくれるようなファームにしたいし、はい、ファームを超えて、ファームの外でも僕らの花とか僕らを知ってもらえるような商品が、まあ、もっともっと手に取ってもらえるようにこう僕らは夢として掲げているので、はい、ぜひ楽しみにしていただけたら、はい、素敵なコメントをありがとうございますありがとうございます。皆様のお越しをお待ちしております。来てねファームに。来てね。電気がつきました。本当に綺麗。そして池原さんの思いがこもったファーム、いいですね。夕日が沈んで夜は伝承菊のライトが光っています。癒されますね。でもどうしよう、ずっと痛い私本当に伝承菊が大好きなんですよ。でひまわりも大好きな花なので、もうこのセットがもう幸せずっと痛い。綺麗。もう撮影は終わったんですけどずっといます帰りたくない。綺麗。皆さんもぜひ味わってみてくださいね。はい、ということで本日のかな散歩終了になります。皆様いかがでしたでしょうか。かなさがたくさん詰まったサンセットファーム、本当に居心地が良くて時間を忘れて楽しむことができます。ぜひ皆様もお越しください。皆様にお会いできる日を心より楽しみにしております。またやったー。